Don't cross me. Don't cross me. Don't cross me. If you wanna go there, you can use train or airplane. Don't cross me. No. English okay? No. Arito? No. Do not cross me. どうしたらいいんだよこれ。あ、日本語いける人マジかよ言えよ日本語いける人か。あ、そう、よかった。ごめんごめん、でも珍しいね、こんな地球の裏側で。いや、ごめんごめん、向こう行きたいんでしょ。ごめん、電車とかさ、飛行機とか使ってここ通してやらなくてさ、ごめんな。 Don't cross me、 俺を横切るなって。ごめん、俺さ、ここで国境やってんのよ国境他ないだろその国境だよ、国と国との境。そうだよ、だから通してやらないの。疑うな、本当だよ、目見ろ目が本当だろ、本当の目だろ、見ろ、本当だって。だから頭に GPS 埋め込まれてんので、俺がいるところが国境になるので、疑うな、目見ろ、見たか。だからたまにさ、地図見てたらさ、国境が実線じゃなくて点線のとこあんだろ、あの点疑うなって。じゃあスマホ開いてみ、地図アプリあんだろ、でこの辺拡大しとけ、見とけ見とけな。おい、よいしょそういうことそう、国境その点なんだよ、だからこう通してやんないって話、ごめんな。なんで国境やってるかは聞くなよなんかありそうだろう。いや、まあ単純な話で、まあ日本からだからな、そのよしみで言うならば、まあ、単純に、すげえ借金してさ、日本いる頃俺バカやって、で返せなくなって、借りてた人にね、まあ本当に返せないのかって言われて、ごめんなさいって、返せないですっつって、じゃあ何でもするかって言われて、あ、わかりました、何でもしますっつって、じゃあ国境やれって言われて、じゃあ国境やれって、さすがに言い返したよ俺は。あって、それはさすがにおかしいじゃないですかって、俺が国境やる理由ないじゃないですか、理由がないのが国境だろうって。そっかディベートで負けてまあ結果国境やってるわ。あ、借金した理由はすごい単純で、海物語回しすぎた回しすぎて、でも皮肉だよな、海物語やりすぎたやつが今内陸で国境やってる人生そういうことあるよな遠い遠い、まあでもまあお金をもらえるし、今の生活には満足はしてる。まあそういうわけで俺のことは気にすんな、ここ通れないって話だよ。ん違う違う違う、ごめんごめんごめん、違う、俺がいないところは通っていいってことじゃない、そんなわけない、国境だから、俺だけじゃない、点じゃなくて点線だから、この辺全部国境だよ、だつまりこの辺にいるやつら大体みんな国境だよそりゃそうだろ、チームプレーだろ国境はそりゃそうだよ、で、あそこのジジイもあそこのババアもあそこのカップルもみんな国境、で、みんななんか各々の国で何かしらやらかして GPS バゴンでここにいるんだよ。あそこのジジイはアルゼンチンで外来種のハエをばらまいたらしい一撃で国境、アルゼンチンブチギレ GPS ドン国境、そりゃそうだろ。あそこのババアはね、勝手にホワイトハウスに住もうとした一撃で国境、トランプバチギでバゴン GPS 国境、そりゃそうだろ。あそこのカップルはね、日本からなの、一緒一緒だけどね、なんで国境やってるかはね、教えてくれなかった、怖いよな全然聞いても聞いてもなのよ。ただある長い夜にね、さすがに教えろよってずっと言い続けたら、分かった分かったって彼氏側が折れて、じゃあヒントだけな、ヒントは農薬って怖くないヒント農薬怖くない、農薬で何やったんだろうみたいな、まあみんな結局な、自分たちの母国で何らかの理由でアウトサイダーになってここで国境やってんだよ。でもまあ皮肉だよな、アウトサイダーが今アウトサイドにいるもんな皮肉ではあるよな、まあしょうがねえんだ、まあ、だからここ通してやらないって話し、ただまあ、せっかくだからいいもん見せてあげよっか。おい、ノー、ヤク、ちょっと来てここではさ、みんな自分がやらかしたことの名前で呼び合うんだよ、ノーだし、ヤクだし、ハエだし、シロ俺はみんなに物語って言われてる
そっち取るんだみたいな。ああごめんごめん、日本からだって。せっかくだからさ、あれ見してやってよ。すげえぜこれな。アプリもよく見とけよ。うん、これさ、国境同士で付き合ってるから、この二人がね、その場で両手をつなぎ合うと、二人の間に名前のない国できんのよ。これなんかいいよな。なんかいいよな。俺これ見ながらよく酒飲む。なんかいいなって。で何しに来たの、こんな遠くまで。え、脱税。税金払わなくて逃げてきたか。まあ、日本今高いもんな。そこ入ればいいんじゃない。この二人の国絶対に免税だよ。見たのか。見たなら見てけよ。